リカルド戦の結末とは、第2弾。現在最新話では、リカルド VS ウォーリー戦が行われており、とうとう終盤戦に差し掛かってきた、と言っても過言ではない展開が続いています。世界最強と呼ばれる男に対して、運動神経や才能なら、フェザー級では一番であるこの男が衝突し、終局を迎えるとすれば、一体どんな結末が待っているのか、皆様も気になっているはずですよね。前回の動画では、ウォーリーの抱えるトラブル、そして引退について考察した動画を上げていますので、まだ見ていない方は、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画は、ウォーリー VS リカルド戦の結末考察、第2弾として、一歩やミゲルに見せたかったもの、について、完全考察を作ってきましたので、皆様と共有していこうと思います。この動画を見た後で、皆さんの意見や感想などありましたら、ぜひコメント欄へお書きくださいね。では早速本題に入りましょう。ウォーリーの見せたかったものとは？リカルド戦考察は、これだー。試合前にウォーリーは、一歩とミゲルに見せたいものがある、と言っていましたよね。ミゲルはボクシングを教えてくれて、幕内はボクシングの楽しさを教えてくれた、その二人に見せたい、というのはつまり、戦いの中で伝えたいことがあるからこそ、ウォーリーはこのセリフを言ったのだと思います。ウォーリーの見せたいものは何なのか、それは、この試合を最後まで楽しみ、戦い抜く、というものになると私は思います。ウォーリーは一歩戦の頃から、ボクシングという競技を心から楽しんでおり、一歩に敗北することで、楽しむ心はさらに加速していくこととなる。そしてリカルドと戦うことになる現在に至るまで、その気持ちは変わっておらず、世界一楽しんで僕の勝ち、と、一歩に発言していたのも、ウォーリーらしさが出ていて、ほっこりさせられますよね。今までリカルドに挑んできた選手は、殺気や威圧感を持ち、何としてもベルトを強奪するという気迫で試合に臨んでいましたが、ウォーリーは記者会見でもベルトには興味がない、世界一強い男と戦うワクワクだけ、とあくまで楽しむために試合をするような発言をしていました。その言葉を聞きリカルドも、私との試合を終えて楽しかったと口にしたボクサーはいない、とウォーリーを挑発するが、それなら僕が初めて楽しんで僕の勝ち、とさらなる挑発を加えていましたね。この一連の流れからも、何としてもベルトを強奪する、という試合ではなく、世界一強い男を楽しむ、という試合になることがわかりますよね。リカルドに勝利する、という快挙を成し遂げることは、できなさそうですが、最後まで楽しみ、戦い抜くことで、ミゲルと一歩にこう伝えたかったのではないでしょうか。ここからは一歩とミゲルに分けて、二つの考察をしていこうと思います。ウォーリーの見せたかったもの、ミゲル編。ウォーリーはミゲルからボクシングの世界へ誘われ、一からボクシングを教えられ、様々な人と出会い、強くなることで、この試合を楽しむことができた、と、ミゲルへ心から感謝していましたよね。その感謝の恩返しとして、世界チャンピオンになる、という目標を果たそうとするが、リカルドに勝つことはできず、敗北してしまう。だが、最後まで楽しく戦い抜くことで、ボクシングをやってよかった、ミゲルと出会えてよかった、という気持ちを、試合を通してミゲルに伝えたかったのかもしれません。一歩がアントニオ・ゲバラに敗北した帰り道、何かを察したカモカワが、自ら自宅まで一歩を送り届けたことがありました。その時にした質問の最後に、ボクシングをやってよかったか？と一歩へ投げかけ、もちろんと即答したことがありました。息子のように大事に育ててきたからこそ、ボクシングの世界へ入ってよかったのか、ボクシングをやってよかったのか、トレーナーとして、そこが一番気になるところだということが、その描写から読み取れますよね。その問いに即答する一歩の姿を見て、引退を受け入れる決断をしたカモカは同様に、ミゲルもウォーリーの戦い抜く姿を見ることで、ウォーリーと歩んできた道のり、それに間違いはなかったんだと気づかされ、ウォーリーの引退を受け入れ、自身もトレーナーから退く、決断をするのかもしれません。以前ミゲルは、私はダマトになることはできない、と、選手に寄り添うのではなく、あくまで契約として、選手を育てている、と言っていたことがありました。ですがウォーリーは、
ボクシング以外でも、大きな世界を教えてくれた、いろんな知識を授けてくれた、と、まるで父親を見るかのように、ミゲルを慕っている描写が描かれていました。そんなウォーリーが、世界最強の男と世界最高の舞台で、最後まで光り輝くことが、できたのだとすれば、それはミゲルとウォーリーが、ダマトとタイソンのような関係になることができたという証で、その光はきっと、ミゲルの余生を照らし続けるのでしょうね。ウォーリーの見せたかったもの、一歩編。ウォーリーは一歩と試合をし、敗北することで、ボクシングは苦しいもの、そしてそれ以上に、楽しいものであるということを教えられていましたよね。その敗戦を糧にし、現在に至るまで、変わらず楽しく、ボクシングを続けていました。だが次に再会した時、一歩が引退していることを知り、ボクシングを好きじゃなくなったのか、という質問をしていました。ボクシングは大好きだが、事情があって今は一生懸命、ボクシングの素晴らしさを伝えている、という一歩の返答に、今は、か、と、少し納得したようにも見えました。ウォーリーからすると、一歩はボクシングの楽しさを忘れているのだと感じ、ボクシングはこんなに楽しいもの、という姿を見せることで、一歩を復帰へと誘おうとしているのかもしれません。一歩からボクシングの楽しさを教えてもらったウォーリーが、自身の戦う姿を見せることで、一歩へ楽しさを伝えようとしているのだとすれば、リカルド戦を最後まで楽しみ戦い抜く姿は、間違いなく一歩の心に響くはずですよね。ボクシングを始めた当初は、一歩も心からボクシングを楽しんでいたはず、ですが宮田戦が流れた時から、目指すべき目標がなくなり、惰性でボクシングを続けていたと言っても過言ではないですよね。ボクシングを続ける明確な理由がなくなり、パンチドランカー疑惑が出てくることで、引退へと進んでいったのだとすれば、パンチドランカー疑惑が払拭したとしても、ボクシングを続ける理由がないことになりますよね。そこで原点となる、ボクシングを心から楽しいと思う気持ち、引退を考えていた頃でも、戻ってきたいと思えたあの頃の気持ちを、ウォーリーの試合で思い出し、ボクシングの世界へ戻る決断をしたとすると、胸熱展開になるんじゃないでしょうか。一歩はウォーリー戦後、こんな言葉を残しています。試合の最後、僕の見間違いじゃなかったら、君は笑っていたよね。今日のことを振り返って、僕にもこう思える日が来るかもしれない、楽しかった、と。この時はそこまで気にならなかったこの言葉が、リカルド戦の、最後笑って終えるウォーリーを目の当たりにすることで、ボクシングは楽しいものだと再認識することができ、ウォーリーと戦ったあの試合を、振り返り思い出すのかもしれません。楽しかった、と。今回の動画は、ミゲルや一歩に伝えたかったことについて、考察してみましたが、皆さんはどう感じましたか？最後まで楽しんで戦い抜くことで、ミゲルと出会えてよかった、ボクシングをやってよかった、ということをミゲルへ伝えられ、ボクシングは楽しいものだ、という原点を一歩へ感じさせるために、ウォーリーがあの言葉を発したの、だとすれば、胸熱展開になることは間違いなく、リカルドが発言していた、私との試合を終えて、楽しかったと口にしたボクサーはいない、という言葉にも、伏線があったのだと感じ取れますよね。次回の動画は、リカルド戦の最終結末、そして一歩復帰についての考察動画になりますので、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。本日も最後までご視聴、ありがとうございました。次の動画でもお待ちしています。では、さよなら。ほな大きに。